午後です。探していたものがあったので買ってきました。メインを出す前に。バウンドドッグのガン消しです。貴様のようなやつがいるから、戦いは終わらないんだ。消えろ。俺を戦いに駆り立てたのは貴様だ。そんなこと言えるのかよ。カミーユ、貴様は俺の。うわうわー。言い切れず戦死したジェリドのラストシーンね。そして、武者ガンダムです。最初に尺を使いすぎたので、武者ガンは、さらっとしたね。そして、今回のメインはこれです。SD ガンダム、ガシャポン戦士シールです。一番前のシールはギラ動画ですね。10枚ぐらい入ってそう。こっちを見たら、ダンバインに出てくるオーラバトラーやね。英語、読めんけど。ガンダムのシールも目的やけど、80年代のサンライズのロボットアニメも、シール化されてるんだよ。だから、ボトムズやレイズナーがあるはず。その辺が欲しいんやな。では開封。1枚目はギラ動画やね。そういえば、これはお菓子のおまけなのか？違うよ。これはガシャポンのおまけで、このカプセルは当時より大きいけど、100円のガシャポンに、ガン消しが2個と。そして、こんな感じの商品リスト。筋肉マンで代用か。ここにさらに、このシールが入ってたんだよ。100円なのにだいぶお得じゃの。こんな感じで、当時のカプセルはもう一回り小さかった。では続き。2枚目は、さっきのオーラバトラー。ヴィランビーや。3枚目は、あれ、思ってたのと違う。黒い三連星用ザク。こんなシールもあったのか。あったような気もする。4枚目は、黒い三連星用ザク。デジャブ。いきなりダブル。5枚目は、高速機動型ザク。このガン消しシリーズ続くのかな。イラストが欲しいんだが。6枚目は、何これ、ブルドッグ。裏読んでも全然わからん。もしかしてタトレイバー。わからん。7枚目は、イラスト出た。やったな。でもこれなんや、ドラグナーか。ドラグナー、まだ全話見れてないんだよね。オープニング詐欺とか言われてるアニメか。そんなん言うな。でもオープニングのメカ作がやばいからな。バリグナーやな。そして最後の1枚は、あれ、誰か説明してくれよ。現実を見ろ。まさかダブルとは。ということは、最終的に6種類のシールをゲットか。ボトムズもレイズナーも出なかったな。また見つけたら、買ってくるよ。でも、リアル店舗では、なかなかない。ではでは。